はい、田中90です。お前らすまん。もらっちゃった。ネタにしてね、ラッキードロー、運営から。しかも案件として、もらっちゃったんですよ。だから、うわー、やばい、全部、無料で来ちゃう。無料でもらっちゃった、すまん。動画のネタにしてねえのに。しかも見て、CP も、5万ぐらいもらっちゃった。ごめん。ん？何？ 4 月27日まで。CP2 倍のイベントを紹介してだって。これ CP もらって俺が紹介してもさ、説得力ない。うおー、だからこれでいいよな。2倍もらえて、お得じゃ。ということで、ダブル CP イベントお得なんで、やってみてください。で、運営からね、グラウ紹介しろって来てんだよね。まあ、グラウ正直何回も動画のネタにしてるから、今更、案件として紹介しなくてもよくねと思うんで、でも紹介した方がいいよな。このバトルパスのグラウかっこいいよな。で、テンプラーズソードとテンプラーズシャドウもらったやつっすね。ちょっと説明文読み上げていい？約7ヶ月ぶりの新ミシックキャラのリリースで、割と長かったんでカット。これで新モードやってくわ。ルール説明はこんな感じ。よくわかんねえけど倒しゃいいってことだよな、敵を。へえ、こういうモードなんだ。なんかお金を貯めて、それで武器を強化できるってことね。いろいろクラスもあると。バトロワ風味のマルチって感じか。一度でいいからこういうのあれだよな。普通にランクまでやってみたいわ、ランクまで。ということで、待って、ちょっとキャラ見せたいんだけど、見せるために、エモート、かっこいい。美しい。かっこよくないこれ。こういうダンディーな大人になりてえよな。まるで田中90みたいな。田中90こんな感じで今。で、これで敵をぶち倒せやいいってことでしょう。ほんとバトロワって感じだね、エリアもあって。これやって、ほんとにバトロワっすね。俺も最近ね、ミシックミッションっていうモードでバトロワをやったから、バトロワについては、一言化あります。なんかあれなんだけど、あれ生きてんの？デスゲームのなんかフロアマスターみたいなやつに殺された。ちなみに勝ちました。俺何もしてない。これ簡単に言うと、リスポーンがないチーレス、かっこ、最初にいろんなもの装備できるよって感じですね。なんでこれ最適解を打ち合わず、ただ味方と持ってたら強いです。ドヤ顔で勝利法語っていますが、このラウンドは普通に負けてます。あ、やべ、買うの忘れた。まあ、買わなくてもなんとかなっしょ。いける、3人でやる。いける。なんだそれ。あ、負けちゃったわ。普通に負けました。なんで皆さん、買い忘れるのは致命的なんで、やりましょう。私からの伝言です。ということで、新モードはあんな感じです。で、次はね、もらった PP19 使っていきたい。これかっこよくね。で、カスタマイズはこんな感じ。どうぞ。ということでやっていく。この迷彩マジでかっこいいよな。棒読みすぎる今。今棒読みすぎた。ま、本当にかっこいいよね。しかもいいじゃん。PP19 マップ来たね。これ初動来るかい、ボーイ。あ、誰も来なそう。初動来ないよ、来ないで。来たね。いいよ、ボーイ。もう一人来るんじゃない？もう一人来ない？オッケー。これ上殺しに行くか。このクソうぜえ上で美味しい、うざいとか言っちゃいけないね。この上で見ていらっしゃった。見ていらっしゃったね、方々をね、お倒しに行かせていただきました。もう一人いると思うんだよね。正直、もう一人。ナイス。このグレネード残ってる。UAV で多分バレてる。バレてるね、これは。OK？ ほい。この距離打ち合いのが PP19 最大の強みだからね。いや、SMG でこれやれるのマジで強い。いや、これマジ強えよな。弾数多いし。オッケー。これほんと、弾数の暴力すぎるだろ、今の。これやって、これやっと、やりたい放題すぎるでしょ。そしてそこで待ってるんで、独創的な街だね、これで。しかし、この UAV というクソうざい兵器が来てた今、A を取ったらもう勝ちなんじゃ、ぽい。多分来るんじゃね？おぉ、これはうぜえ！これ相手からしたらまあまあうぜえだろ。OK？
これ強すぎるだろ、これ強すぎるだろ今の。今強、楽しすぎるだろこれで。さてボコるか。いやーマジか、ちょっとリスあれやったな。オッケー、ほないい、まあ俺に任せにして。アナイアレーターを使うの田中球児が日本で一番。オッケー、オッケー。いやーグレネード、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 グレネード。このゲームは素晴らしい。これウィルト、このトリップマインやって分かってますよ、分かってるよこれ。他の拠点を取ってくれるって信じて B を守ってたけど、これ B 取られそう。でもこれバレてんだよな、これバレてそう、バレてねえか。いやバレてはいたね、運が悪い。なぜか取れる、なぜ。 OK、 これ強えな、やっぱ強えわ。さすが PP19 っすね。適当に打ってりゃ勝てるもんね。ちょっと言い方よくなかったね。適当に打ってりゃ勝てる。まだ実際強いもん。待って、田中球児忘れてないか、この刀テンプルちゃんを。影水にと刀ではないけど、テンプルちゃんを忘れてないか。テンプルチャレンジ強ーい、テンプルチャレンジ、テンプルチャレンジ強い。今ガチでテンプルチャレンジ成功したの受けんだけど、これ上いそうじゃね、これいそうだよね上。うわー二人いたよ。予測通りいるね、護衛隊が、テンプル騎士団が。オッケー、2拠点取れてるし、まあいいか、これ勝ってるよ、勝てねー。まあでも正直上取って、この B の上取ってりゃもう勝ちか、半分。このな、俺のやりたいことは正直過ぎた。最後にダンディーな、ダンディ、ダンディ見せたいんだけど、ダンディ見せたい。で現在エモートは使えませんって、オッケー言われるけど使えるだろう。待ってね、 B やばくない、ナイス。チャーリーはオッケー、まずいね、やばいこれ。いやーアナイが使い方雑すぎた、勝ってるとはいえ、勝ってるとはいえ今のアナイは雑すぎた、あまりにも。なんで、待て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 、あいつ、あいつなんだ、なんかいないか、すげえ猛者が。あぶねえ、ナイス。今勝つのマジ強えな。これ A 取ってもう来るとしたらもう B だもんな。で逆に C 取られたらもうよくて、てか A 守ってら勝ちか、半分来い。これやってくる、 A 取らない、 A 取らなきゃ、ま取らないでぶっちゃけ。オッケー、これマジで無限に打ってるか、マジで無限に打ってるから。くっ、いや強すぎるでしょ。どんだけ弾あるんじゃ、どんだけ弾入ってんじゃこの武器。怒られちゃった。よし、下に打ちしたんじゃなくて弾が多かったんですよ普通に。実際負けたじゃないですかあなた。ということでちょっとアグレッシブだったね相手ね、ちょっとチャット欄が特にアグレッシブな敵がいたわ。やっぱ元気があるっていいことだよね。ということで今回こんな感じで、終わる前に7月16日の19時からコットンモバイルのね公式イベント出るんでね、ぜひ見てください。ということでこんな感じで終わる前にすいません、ウォーゾンモバイルがね11月1日にリリース予定なんでね、ぜひ皆さん覚えてこの動画を見終えてください。今すぐ事前登録して特別報酬をゲットしよう。お疲れ様でした。おつ。CBR4 とかさ、PP19 ってさ、弾数多くてさ、銃自体の能力もさ、死ぬほど強いってさ、そりゃ強えよな。